ポロシャツ着てたなポロシャツあ、ポロシャツポロシャツキッズだったの俺あ、そうなんですねポロシャツと短パンだった気がするわ <laughs> 伸びたやないや、まジ、伸びた伸びた,た色違いの伸びただたポ,ロポロシャツかな色違い伸びただったと思うえ、襟付けのポロシャツ <laughs> え襟付けの、うん、<laughs> なんかウケるな めっちゃいい結構だからお坊ちゃんみたいなお坊ちゃんやなお坊ちゃんみたいなやつだったと思うお坊ちゃんですねはいはいはい自分で服選び出したのがやっぱ中学とかだから小学生ぐらいまでおお坊ちゃんだったと思うよずっと小6とかでもってことかうんあでも小6は T シャツとかも着てたかな普通になんかよくわかんねえ柄のけ系柄の T シャツ着てたわ 着着ててたた俺あの T シャツの下にさロンティを着るっていうの俺が日本で初めてやったのよあそんなことないそれは杉江さんが日本で初めて杉江さんが初めてかマジで俺がやり出してマジでその学校で流行ったからねそうねはあそうなのやってる人たちにも来てたうちの学校にもそれ着てた杉江さんは初めて杉江さんの影響だった何を見るんだ俺はそんなロング 最後おしゃれな、おしゃれだった。カッケってなった、そうそうそう。いなかったからね、そんなおもそんなこと思いつくやつ。かっけーってなるかな、それ小学生がみたいな。服に、かっこよかったでしょ。てか服に言及されたことないわ、小学生の時に。小学生ってしないよね、服に。確かに。何着てようがもう無視だったもん。記憶がないわそんな。うん。 だってまあ普通にお母さんが買ってもらったやつを着てますもんね、うん、そうひたすらそれの繰り返しよね。ね <laughs> だからスギルの学校はちょっとおしゃれだったん、ね、じ友達の服に言及するっていうやつがいるような <laughs> まあまあ俺でもあの俺は基本的にあのジャージ最強やったけどねジャージージャージがもう一番かっこよかったけどねかっこいいジャージをいかに着るかっていう <laughs> は<ー>まあちょっとわかるなうん女の子は気にしてんのかな あうん、女の子はまた違うんだろうね、その服とか。うん、まあね。男男子よりは見てるだろうまあ、まあ。男子よりが早いね、多分。ね早いね。絶対だってその子供向けのダンス、うん、男の子向けのファッション誌みたいなないない,ないんじゃないですか。あるのかな。小学生の。まあ、なんさそう、うんまあ。なんかなさそうですよね。てか、あってもおもちゃ特集とかばっかりでしょ。<laughs> <laughs> はいはいはい。<laughs> マインクラフトとかそんなのばっかりでしょ。スプラトゥーンみたいなばっかりだろう。<laughs> <laughs> そうだよな。絶対服特集とかやってないよ。そうだよな。うん、な G パン初めて入った時が、もう、興奮がやばかったな、もう。G パンもう、ふわーってなってたな、G パン。パンあ、そうだ、あ、そういう意識があったんだ、えー、G パンでテンション上がったんだ。いや、結構、パンだな俺 ジーパンはそうなんや。小学生でジーパン履いてたジーパン履いてたな。あ、マジであ、履いてたかなジパン。で小学生で。履いてた。履いてた、履いてた。あ、マジでジーパンとか、なんかね、布の、なんだふわふわしたなんかやつ。なんとも言えない生地のズボン履いてたな。コーディロイっそうそうコーディロイってないや、おしゃれじゃないそれ。いや、全然おしゃれじゃないですよね。マルコーの薬草履きバカ人間でし 髪く <laughs>、ね、<laughs> 悪口すぎない？<laughs> そこまで卑下する <laughs>。<laughs>